の MLB ファン、大谷が三振して大喜びわらわら。ドジャースタジアム以外でブーイング食らうぞ。ブルージェイズファンやエンゼルスファンよりサンフランシスコファンからの憎しみがすごくて草薙様やねんあいつら。海外にも一致みたいなのがいるからね。そりゃドジャースアンチ多いからやろ。ドジャースに組するやつはみんな平等にブーイングや。大谷って嫌われてたんやな。大谷はヒール扱いってマジやったんやな。なお、どんな職場やねん。普通にこのピッチャーのファンなのでは？わら。野球見たことなさそう。なんでや。ホームラン打ってて草。ヒール谷かヒール谷どっちがいい？まあ普通にドジャース優勝したらつまらんよな。そこは日本もアメリカも同じやろ。日本だとソフトバンクが普通に優勝したらクソつまらん。ドジャースファンという前提なの。草ホワイトソックスファンやろ。対戦相手なら喜んで当然やろ。大谷をアイドルと思ってんのか。対戦相手じゃないけど、こいつら関係ないジャイアンツファンだし。対戦相手になるやろ。細かいねん。同地区のバリバリのライバルやんけ。ツーランホームラン打ってて草。ホームランバージョンも頼む。ホームラン打った時はオツやリアクションなのか気になるわら。なお、ざまあわら。さすがエンタメの国。これぞ野球よな。これが見たかったわら。ハゲがいい味出してる。入った瞬間のすすみたいな苦笑すこ。なんでもリアクションでかい方がおもろいな。スポーツででかい契約すると結果出せなかった時袋叩きに遭うのが怖いね。アルプーベみたいに本拠地以外でブーイング食らうのかね。クソはロタわら。かぶってる帽子振られたサンフランシスコじゃねえか。嫉妬やないか。結構若者おるな。向こうの職場って仕事中に野球見てていいの？日本も昔は仕事中にラジオとかテレビで中継聞いたり視聴してたっぽい感じの映像を何度か見たことあるけどな。ライバルチームのジャイアンツのラジオ局。ホームランの3倍は三振するから3倍楽しめるやんわら。